メキシコ中部グアナファト州に位置し、標高約1900メートルにある美しいユネスコ世界遺産の歴史的都市サンミゲルデアジェンデ。16世紀にスペイン植民地として築かれ、現在ではその美しい植民地時代の建築と芸術的な雰囲気で知られています。多くのギャラリーやアートフェスティバルが開催され、クリエイティブな雰囲気が漂うこの街は、穏やかな気候とフレンドリーな雰囲気が世界中から訪れる観光客や移住者を引き寄せており、サンミゲルは永遠に心に残る場所として多くの人に愛されています。今回はそんな美しい街で夢のようなデートをしてきました。メキシコシティからバスで4時間揺られてたどり着いた街はここ、サンミゲルデアジェンテです。この街は旅行者が選ぶ美しい街ランキングでなんと堂々の第1位に輝いています。そして2位に我らがジャパン、日本の京都です。その素晴らしさを皆さんに紹介したいと思います。劇場版シンディー、メキシコのシンデレラ城とビビディバビディブー。私たちが到着した日はロスロコスと呼ばれる狂った人々という意味のお祭りが開催されていました。参加者が色とりどりの衣装や仮装をして街をパレードします。キャラクターのテーマは伝統的なものからポップカルチャーなど様々です。パレードは陽気な音楽とともに街中を練り歩き、観客にキャンディーを投げたりするのが特徴です。私もキャンディーをいただいたのですが、しかしなんかもらったけど、これ開いてる、開いてるけど、おいしくなさそうな飴もらっちゃった。半分空いてるもらっちゃった。あー、それ空いてんだ。空いてるし冷たい。ありがたく、いただきましょう。いただきましょう。この町はアートでもすごく有名で、町の至る所にこういう美しいウォールアートがいっぱいあるの。特にこれ一番好きかも。見て、街を散策しててこんなに楽しい場所ないなってぐらい、どこもかしこも美しい鮮やかな街だね。サンミゲルデアジェンテ大好き。見て見て見て、この街はこういうブリキとか手工業で栄えた街なんだって。見て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 、私にぴったりじゃない？太陽モチーフ。俺に似とる顔探そう。あ、いたよ。どこ？来て来て来て。Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, very beautiful spot. Okay. I love it. Ah, いた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 。お、似てるな。目の感じ似てない？いや、目どころかこの山の唇の形も眉毛の感じも全部似てるよ。メキシコの観光政府が最も魅力的で美しい街にだけ与える称号があって、それが魔法の村という称号なの。しかも魔法の村の中でも最も美しいと言っても過言じゃないって言われてるんだって。見てよ、どう見ても愛にあふれてるでしょ。っていうのをやりたくなっちゃうくらいロマンチックな街なのよ。ここロマンチックだね。だね、俺も今自然と手出たもん。やっちゃったでしょ、うん、ロマンチックな街なのよ。私がこの街に行きたかった一番の理由はこれなの。本気で見たかった景色がここにあります。この教会を見たかったかっていうと、リアルシンデレラ城って言われてるの。納得のルックスじゃない？どう？私の後ろへようこそ。あ、ここあなたのお家だったの？ご存じなかったですか？うん、たまたま通りかかって、僕今日宿泊めてくれるとこないかなと思って。うちの泊ま
われた頃は屋根裏部屋しかご用意なくて、私が幼少期に育った場所が屋根裏部屋だったんだけど、その屋根裏部屋でよければ泊めてあげることできる。性格をあなたはなんか物語シンデレラなのに性格ママ母ね。え、いや、私が幼少期に育ったのは屋根裏部屋だから。だからそこでだったら寝てもいいよってことでしょ。屋根裏部屋でよければ提供することできるけど、どうかしら。武道会には俺行けんの？あー、フリーマットマンさんはどちらにいらっしゃるかしら。あ、そこのベンチで泣いていたら出てくるかもしれないわ。ママ母とお姉ちゃんともう一匹のお姉ちゃんともすごい子があって、武道会に行きたかったのにドレスクピピリってやるから、武道会行けなかったのに、武道会さらばどれタタラタラビビデバビデタタラタ武道会なんかサルバトレガタタラビビデバビデ、あなたに魔法をかけてあげるわ。こいつ何言ってんだ、どこから出されてんだ、お前誰だよお前私の名前はフェアリーゴッドマザー、あなたに魔法をかけてあげるわ。待って、ビビデバビデブイケてる男になりました。いやちょっと待って、途中さボビーオロゴンいた。途中ボビーオロゴンいねえよお前普通のフェアリーゴッドマザーだんだから、これ俺シンデレラに2回見たから結構物語知ってる。君の名前は変わらなくちゃ。サバはどれだからどれビビデバビデブだからチタタチタタビビデバビデブ、サルバトレガカナトレビビデバビデブ、ビビデバビデブ、ね、いつ声かけてくれるの。ビビデバビデブビビデ一緒にビビデバビデブ、はい、ビビデバビデブビビデバビデ、ドレスくっついたから舞踏会に行けるわ。これでありがとう、フェアリーごと操作。はい、じゃああなたはどうやって移動するつもりなのかしら。あなたが移動したいのはバス 50ペソもしくはカボチャの馬車、こちらは、1万ペソでございます。それかタコスの屋台という手もある、ね、タコースマンゴースチュロースマンゴース、マンゴース、マンゴース、チュロス、チュロス、タコース。サルバトレ、ガバラトレ、ビビデバビデブ。あれ、なんて言ったの？ビビデバビデブ。タルデ、タルデ、ガイザル、タルデ、ビビデバビデブ。ビビデバビデブ。ここはメキシコに聞いてタコスばっかく。タコスばっかく。タコスばっかく、ここメキシコ聞いてめっちゃいい気分、タコスばっかく。チャンネル登録、ブルブルボール、グラシアス。本当にあのシンディさん含めあのシンデレラファンの皆さん本当にすみませんでした。いや一番怒られるとしたら今シンディだからこれあとボビオロゴンのファンの方いたら本当にすみません。もう謝ってるから許してくれよお前。ここはソカロ広場といってみんなの憩いの場なの。だって教会もあればマリアッチ音楽隊っていう音楽隊が奏でる音楽がすごい気持ちいいということで話題のスポットなので探してみましょう。マリアッチ音楽隊とはメキシコの伝統音楽で様々な楽器を使い情熱的な歌を演奏します。衣装を着用し夕暮れから夜にかけ演奏し、愛する人とのひとときをさらに特別に彩ります。
でまたもらうのね。プリンセスになった気分。私たちだけのために音楽を奏でてくれてます。最高、幸せ。本当に夢の国と存在するんだね。ここサンミゲルアジェンデは本当に夢の国です。もうみんないる人みんなめっちゃ幸せそう。めちゃくちゃ幸せ。今本当に幸せだよ。本当に幸せ。私街を見てこんなに感動したの初めて。感動はこの先もいろんなとこで続くよ、うん、でもここは確かに本当に街にグワッとやられたね。やられた。もう一瞬で虜になるくらい素敵な魅力しか溢れてないの。私絶対ここに住みたい。お、見つけちゃった。いい夢だね。見つけちゃいました。花はきらめく魔法の花、時を戻せ夢の花。それと通り透明あトリートメント、トリートメントしました。サラサラです。ショートヘア。あとだ、サスケの方があれじゃないの。タラタラテタラテレレテレレテレテテテテレテレテテテテレテテテレテテテレテ。ちょっと待って、ごめん、それ何、ローションてて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 。髪を下ろして、髪を下ろして、髪を下ろして。あ、え、私、はい、登ってく、登ってくから髪抜き貸して、髪抜き、はい、髪抜き貸して、髪抜き貸して。あ、いらっしゃい、あ、いらっしゃい、あ、いらっしゃい、あ、どうぞ、あ、お次の方、あ、邪魔になるんでくださいね、あ、どうぞ。どんな気持ち。いや、ラプンツェルかわいそうやな、これ髪の毛引っ張られてたやな、ずっとおかんに。最悪のおかんやな。カットいやー、もっと滞在したかったね。もっと滞在したかったのよ。でもできなかったのよ。なんでかって、この出会いがあったからよ。次回ホームステイ開始、オタク家族との運命の出会い。